谷新一は、日本の美術師や、日本近世美術師専攻、東京国立博物館勤務、1905年、三重県阿能郡安政村の祖母家、駒田屋生まれ、父の姉の家を継ぎ谷屋へ、養子に入る。第八高等学校卒業後、 1930年3月、東京帝国大学文学部美術史学科を卒業、同年4月東京帝国大学文学部復讐、1932年7月、東京帝国大学資料編参書所食卓を経て、1942年3月、慶城帝国大学助教授に任官したが、1946年8月大学廃止により、退官帰国した。引き上げ後は、 1946年より美術研究所研究員、1949年5月東京芸術大学美術学部講師、1952年神戸大学分離学部教授となり、1952から1958年まで東京芸術大学教授を兼任した。1966年3月に神戸大学を定年退官し、 同年4月から1975年3月まで、教立女子大学文芸学部教授を務めた。その間、1947年から、日本歴史学会編集委員となり、後評議員を務めた。また、1952年から、ブリジストン美術館運営委員、1953年から1966年まで、東京都美術館、参与。 1978年石橋財団理事を務めた。その研究領域は後半にわたり、仏教美術から絵巻物、山和絵、室町水墨画、肖像画、仮の派土佐派宗達、降臨派南画にまで及んでいる。資料編纂書時代に読破した資料に基づいて、日本の中世における中国絵画需要のあり方を明らかにした一連の論は、 室町時代美術史論に集載されている。他の主な著作は、金星日本絵画史論、日本美術史外説、漁物修正東山漁物、流栄漁物など。千葉市美術館には、谷が収集した、金星日本美術コレクション51点が、所蔵されている。そのうち10点は、駒だけからの伝来品だが、残りは1941年から44年頃に、 ともらく美術クラブで、自身の目で1.1点購入したものである。その絵師のマスターピースと呼べるような作品はないが、仮の派、谷文長などの関東南画、英派、廃人の書画、来白新人、南品派、長崎派など幅広い流派を含み、谷の関心の広さが伺える。また、国史肖像修正を編纂した谷らしく、人物画が、やや多い。なお谷は、 駒田家伝来の文書約4900点を木箱6箱などに入れて大切に保管しており、駒田真嗣から地元の三重県に寄贈している。ありがとうございます。